たれた魂。けたたましいカラスの鳴き声がクロードの耳をつんざいた。戦支度の手を止める。果たして荷車を見つけたが、双子の姿はない。唯一の手がかりは車輪の跡。それは森の奥へ。もうこの荷車は街道を進む。幾人かの番兵をつけて何かを運んでいた。イオの分身から底知れぬ力が溢れていることをクロードは感じ取っていた。荷車から身の毛もよだつものを見つけた。いくつもの真の像、双子たちから抜き取られたばかりのようだ。時すでに遅し。だが行き先を調べねば。クロードに災難が降りかかる。クロードは敵の先陣を見つけた。残虐なモルト兵クロード、近くに怪しい力を感じた。そこにあったのはたくましき者の姿。これがわしの巻物。よくぞ見つけてくださった。さらばだ。地獄に落ちろ。鬼が死ぬや否や、クロードを呼ぶかのようにつづらが開いた。クロードにはかなわず、敵は朽ち果てた。対馬の双子が食い物にされることはなくなったが、より大きな災いがまだうごめいている。魂を結び合わせられるのは般若というあやかしだけのはず。だがそれは別の機会に語ることとしよう。